ぞ。お前が地獄の帝王エスタークの使役を企んでいるという無謀な若造か。いいえ、特に何も企んでいない YouTuber の加藤純一です。どこで聞いたか知らんが、確かに我々は地獄の帝王を手中にする目前まで来ている。やばすぎるだろうなあ。我が名は三回魔王ザガンギエル。この地上の魔物を滑る王。いや、異論ありません。僕はただの YouTuber の加藤純一です。チャンネル登録よろしくお願いします。より強い力をつけてきてくれ。これからは君が私たちを導いて、君を信じてついてくなのよ。でも力をつけてくれとか言われたら、俺6時間メタルスライム変わるけどいいのか。ってスクエニに言われましたっつって、それを口実に借り続けるよ俺。平気で6時間ぐらい借りよ。俺ドラクエモンスターズやってる時は。かくして魔物の城デスパレスを手に入れた加藤純一は、己の名を、で、本日、今までね、まあ、うんこちゃんとして何年間ですか。何年間、加藤純一として、8年間、活動してきました。本日、2023年12月8日をもちまして、私は、己の名を、デス加藤純一と、改め、そして魔族として生きていくことをより強めました。皆さんよろしくお願いします。僕の名前はデス加藤純一です。まさかこんな簡単に名前を改名することになるとはね。まあでもこれも何かの運命だろう。受け入れる俺は。それあるなら言ってくれよお前。もしかしたら名前の冠にデスつけるかもしれないよって。絶対自分の名前つけてるやつ俺の他にもいるだろう。おい、ご愁傷様。そんなやつはお前どうすんだ。お前死んだ母ちゃんの名前つけとこうってやつさ、どうすんだお前。親父の名前、死んだ母ちゃんとか父ちゃんとかの名前つけてたらさ、結構めんどくさいことになるよなあ。友達とかだってさ、いや俺さ、死んだ父ちゃんがさ、ドラクエモンスターズめちゃくちゃ好きだよ、この主人公はお父さんの名前つけようと思うんだ、どうすんの。そうなったらお見合いがある。そんなことよりもお見合いだ。ここにあるのは我らがデス加藤純一様の玉座である。いやいや、デス加藤純一様でしたが、大変失礼いたしました。励めよ貴様は。デス加藤純一の側近の名に恥じぬように。そうだな、デス加藤純一から加藤純一デスに変えよう。でいずれツイッチをした時にその名前をつけよう。俺が生まれたこの過去の記録でもあるからね、このゲームは。ドラクエ4を辿ってるわけじゃないんだ。もし万が一将来ツイッチとかやることになったら、加藤純一デスと名付ける。そんなくだらないことより俺は配合しようと思う。どうも。そんなゴミゴキブリチャンネルしてないで。終わり !1000 時間俺も参加していいの？はい。じゃあ、ここにあなたの名前を書いてちょうだい。一生それを繰り返してんじゃん。ねえ。出場者名です。これって何なの？まあ、お前の反応正しいよ、それ。小さい頃につけられたあだ名？やだ、かっこいい。そうなるわ。なんで国が止めてくれなかったの？あちは、観客席で応援してるにゃ。子供につけちゃいけない感じとかあるじゃん。止めてよ。はい、役所が。受付完了よ。それじゃ、頑張ったね。だってデスって T、D-E-T-H だよ。一番つけちゃダメでしょ、子供に。